4月4日、NCT ミッシュは、ちょうど2月に、KP オープニングの大手インターテインメントからデビューし、急速に業界に影響を与えています。韓国人2人、日本人4人のメンバーで構成されたこのボーイズグループは、すでに目覚ましい偉業を達成しており、韓国と日本両方の音楽チャートでトップとなり、デビューシングル「ミッシュ」は目覚ましい売り上げを記録した。目まぐるしい最初の1ヶ月を経て、グループはテレビの音楽番組でのパフォーマンスやファンとの交流に興奮している。日本人メンバーの寮は水曜日、ソウルのカフェでメディアの集団インタビューに応じ、音楽番組に出演するのはとても楽しかったと語った。ファンの方々との出会いにも元気を与えてくれました。次はもっと頑張れると思います。韓国人メンバーのジェヒもこれに同意し、ステージにいる間はいつも緊張してイライラしていましたが、ファンの皆さんが応援の杖を振ってとても励ましてくれました。同じく日本人メンバーのサクヤさんは、コンサート中はとても緊張して観客を見ることもできなかったと振り返り、多くのポップアーティストにとってこの会場の重要性を指摘した。日本人メンバーのほとんどは子供の頃から KP オープニングの大ファンです。寮は母国で大好きなグループである NCT プラスは27のコンサートでグッズを買うために列に並んでいたところ、事務所にスカウトされた話をした。そこで女性が私をじっと見つめていました。彼は少し怖かったです。すると彼女は親切にも、彼女の会社が3ヶ月後にオーディションを開催するので私に来てほしいと言いました。彼女は出身だと主張していましたが、最初は信じられませんでした。でも名刺を確認して、一生に一度のチャンスだと思ってオーディションに臨みましたと笑顔で語った。 NEO について詳しく尋ねると、ぜひは言葉で言うのは難しい、NCT の音楽を聴くとそれを感じることができると語った。リーダーのシオンは、 NCT がデビューした当時、ヒップホップ音楽の振り付けはあまりなかった。でも彼らは最初に始めたもので、人々はそれを新鮮に感じたと思います。私たちもそのような音楽を上手にできるようにたくさん練習しています。最初はテレビの音楽番組に出演するときに、どのカメラを見ればいいのか分かりませんでしたが、2週間後で少しずつ慣れてきて、何を見ればいいか分かるようになりました、とユシさんは語った。インタビューの最後にチームの抱負を聞かれると、彼は3つの願いを挙げた。私たちのささやかな願いは、一緒に旅行に行くことです。そして今年は新人賞も獲得したいと思っています、トシオンさんは語った。そして最大のものは、スタジアムで単独コンサートを開催することです。